皆さんこんにちは、はるです。私は今関西国際空港に来ております。朝の6時でちょっと眠たいんですけども、今日はこれから久しぶりの香港に行ってみようと思います。香港も台湾や韓国に引き続き日本からとても行きやすい国だと思うんですね。コロナ禍も明けたということでビザの申請や PCR 検査とかも何もいらず、パスポートのみで今入国することができるんですね。香港は美味しい食べ物だったり有名な観光地もたくさんありますし、今回の香港シリーズでは今まで行ったことがない香港ディズニーだったり、今マカオも香港から無料で行けたりとかもするので、今年の皆さんの夏休みや連休の参考になれたら嬉しいです。今回の動画も日本から香港に行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。今日は5月9日の木曜日なんですけども、結構寒いですね。朝ちょっと20度切ってるような感じです。で、久しぶりにですね、見てください、私のスーツケースとリュックサックを新調したんですよ。ものすごく機能的な可愛いスーツケースで、この他にも旅行グッズいろいろ買ったんですね。なのでまたご紹介できたらなと思います。久しぶりの早起きと外の寒さでろれつが回らなくて、結局オープニング撮り終わって今6時半ぐらいなんですけど、結構人多いですよね。平日やのにみんなどこに向かってるんだろう。わー、久しぶりだな。香港どんな感じなんでしょうね。とりあえず国際線のチェックインですね。上に行きましょう。さあ、2024年5月中旬の朝6時半、どのくらい人がいるんでしょうかと思ったんですけど、全然いないですね。さっきの人たちはみんな国内線なのかな。電光掲示板見てみましょうか。もうフルですね。すごいな、もうコロナも明けたな。ありました、8時55分発香港行き、香港エアラインですね。チェックイン始まってる。カウンターは A って書いてますね。では A に向かいましょう。人がいない空港って私結構好きなんですよね。すごい、走り回りたい。あった、 ANA と一緒の場所にあるんですね。あ、全然いない、素晴らしい。おはようございます、チェックインお願いします。ではチェックインも終わり、出国審査も終わりました。新しいゲートがめちゃめちゃかっこいいですね。この映像が動いてるのすごく綺麗ですよね。天井も全部木目調で温かい雰囲気になっています。で、足元は芝生みたいになってますね。で、いろんなところで休憩ができて、いろんなところで充電ができるという、わあ、めちゃくちゃありがたい。免税店もすごいおしゃれですよね。あ、まだヴィトンとかは開いてないみたい。何やらえらいおしゃれなカフェがあるなと思ったらプロントでした。外国人の方多いですね。プロントのね、カフェラテがすごい美味しいんですよね。こういうチェーン店のカフェラテやったらプロントが一番好きかも。搭乗時間までプライオリティパスで無料で行けるラウンジに行こうと思います。今日はこちらの6号です。本当はね、 ANA ラウンジに行きたかったんですけど、プライオリティパスだと午前11時からしか入れないんですよね。ここだったら通常料金大人1100円で入れたり、このクレジットカードの、ゴールドカードを持ってる方は無料で入ることもできます。ここは朝の8時オープンで、私の便が8時20分搭乗開始なんで、少しだけ休憩しようと思います。ホットミールとかはないんですけど、ちょっとしたお菓子とドリンクはありました。ではこちらが本日の私のお席でございます。いやー、シートが分厚くていい感じですね。で、びっくりなんですけど、
搭乗時間が20分開始のはずだったのに20分頃にアナウンスでフルネームで呼ばれたんですよね。何事やと思ったら、なんと今日の搭乗人数15人しかいないらしいです。なので早めに搭乗が始まっていつでもスタートできるぞっていう状態なので、もう早めに出発しちゃおうっていう感じでございます。新しいな。やはりゴールデンウィークが明けてものすごいお客さんが減ったそうで、逆にめちゃくちゃいいタイミングだったと思う。この雑誌があったんですが、ドリンクとかは一切載ってなくって、この香港エアラインのグッズだけ売ってました。このキーチェーン、香港のネオンっぽくて可愛いですね。足元もすごくね、広くて快適でございます。約4時間の旅ですね。昨日ほぼ寝てないので、今日は機内でゆっくり過ごそうと思います。では香港行ってきます。内食がやってきました。チキンバーガーとドリンクはペプシを頼みました。ではいただきます。さっき悲劇が起きたんですけど、私機内で初めてドリンクをこぼしてしまって、ズボンが今ベチャベチャなんですよね。 CA さんが今日人全然いないんで好きな席座っていいですよって言ってくださって、せっかくなんで違う景色を見ようと反対側の席に移らせていただきました。すいません。機内食にハンバーガーって珍しいですよね。うわー、なんてシンプルなハンバーガー。ハンバーガーというかサンドイッチですねこんなシンプルなの初めて見たけど、しっかりあったかくて柔らかい。もうお腹空いてたんで嬉しい。ものすごいシンプルではあるんですけど、あったかくて柔らかいっていうのと、結構分厚めのチーズがとろっと溶けてるんですよね。それが美味しい。お手洗いはこんな感じです。では私は歯磨きして寝ます。では今回は贅沢に3列使って寝ようと思います。皆さんに一つ豆知識お伝えしたいんですが、この通路側のレバーって上がらないじゃないですか。ですけどね、ここのボタンがあるんですけど、これを押しながら上に上げると、はい、ということでなんとね、上がるんですよ。このボタンを押したら、今私のつま先壁側にあるんですけど、やっぱこうやって頭出ちゃうんですよね。ですがこの裏技を知っていればね、心地よく寝ることができるんで、皆さんぜひ活用してみてください。あんまり身長高かったり足長かったりするとね、通路側の下に頭ゴーンって当たったりするかもしれないんで、まあその時はあといい感じにやってください。いやー、この方も惜しいですね。あそこのレバー上げたら絶対楽なのに。ということで私は寝ます。では香港の空で会いましょう。皆さんおやすみなさい。
バイバイ。では香港到着しました。すごい人が多いですよね。1年半ぶりかな、香港は変わらず美しいです。では今からホテルに向かおうと思います。香港国際空港から香港駅までまずは向かいたいんですが、これが一番楽です。エアポートエクスプレス、料金は片道115香港ドル、今1香港ドルが約20円なので片道2300円です。往復だと4600円しちゃうんですけども、今回私はクルックのサイトで予約をしました。空港から香港駅の往復チケットがなんと3675円で約1000円安かったんですよね、往復で。なのでこちらで予約をしました。往復1000円安くなるってだいぶお得ですよね。 The fastest link to city center って書いてますが、シティまで約24分で着く、一番早い方法で行けるよって書いてます。チケットの買い方もすごく簡単ですし、予約してすぐ QR コードが届くんですね。予約から92時間、片道使ってから30日以内に往復を使えば大丈夫だそうですよ。おー、下がカーペットになってる。ちょっと眠たいので香港駅までは寝ようと思います。ではおやすみなさい。では香港駅到着しました。メールに届いた QR コードをスキャンします。おー、いけた、すげー、めっちゃ楽や。香港の交通系 IC カードオクトパスを購入しました。これはカードのデポジットが50ドル100円と150ドル、3000円分のチャージがついてきます。では香港駅から2駅移動しまして、チムサーチョイという駅にやってきました。運賃はだいたい200円ぐらいです。すごく都会な感じですね。今回泊まるのは香港一のディープスポットと呼ばれているチョンキンマンションに泊まろうと思います。これがまた癖のある場所でして、この香港一の繁華街チムサーチョイのネイザンロードの中にある築60年の建物になります。チョンキンマンションってウェブで調べたら、悪の巣窟とかマフィアとかバックパッカーの聖地とかいろいろ出てくるんですよね。香港ってホテルの値段結構高いんですけど、そのエリアの中にあるホテルはかなり安いんですよね。それにも訳があってそれだけ安いんですが、今日は一泊そちらに泊まっていこうと思います。この駅から徒歩1分で着くので先にチェックインしようかなと思ったんですが、夜の8時からハーバーの方でシンフォニーオブライツっていうギネス記録に登録されている光のショーが始まるんですよね。あと30分ぐらいで始まっちゃうんで先にそっちに向かおうかなと思います。スーツケースは重たいですが、港まで多分10分ぐらいで歩いていけるのでそちらに行こうと思います。もうできるだけね、自分がいない間にお部屋に荷物を置いておきたくないっていう感じの場所なんですよね、今日泊まるところが。さすが香港、いろんな形のビルがたくさん立ち並んでますね。この辺りはアート系の建物みたいです。香港ミュージアムアート、香港のアートは派手そうなイメージ。へえ、芝生もあるんだ、いいなあ。待って、めっちゃ綺麗、これやばいですよ、めちゃくちゃ綺麗。私こっち側から香港の夜景見るの初めてなんですけど、これすごいですね。あと25分でライトショーなんですが、このハーバー側はほぼ人で埋まってますね。よかった、早めに来といて、ギリギリここだけ空いてた。どんどん派手な船がやってきました。この船たちはみんなライトショーを見るために来てるんでしょうね。その中でもひときわ目立つこの海賊船みたいなの、これが一番面白そう。もっとすごいのがやってきました。千と千尋の神隠しの神様めっちゃ乗せてる船みたいなのがやってきた。めちゃくちゃビル隠れてるやん、ビルより目立ってますね。クルーズは1人3000円から4000円、安いところで2000円台で乗れるものがあります。ピカピカしだした。おー、まだ雨だよ。
これ始まってるんだよな。かすかにどこかからか音は聞こえるんですけど、なんか思ったんとちょっと違った。ビルの上でちょっとレーザーがピコピコしてるだけですね。ギネス記録に載っているライトショーなんで、どんだけすごいのが見れるんかなと思ったら、世界で最も長期間行われている光と音のショーとしてギネスブックに載っているそうなんですね。2003年から始まったんで21年目、そういう意味でのギネス記録だったみたい。こう音と光がすごいからギネス載ってますってわけじゃないらしいです。フィナーレ終わりました。あ、そういう感じか。拍手も起きない。個人的に夜の8時にここに来るとめっちゃ人多いんで、もうなんか7時とか9時とか、もうライトショーをわざわざ見に込んでもいいなと思っちゃいました。こんだけ人いるともう写真撮るのも大変ですもんね。しかも15分間のショーって書いてたのに10分で終わってますね。今から晩ご飯を食べようと思います。 Google マップでワンタンとか麺、中華料理、小籠包とか調べてもあんま出てこなかったんですが、この通りにご飯屋さんがいっぱいあるんですよ。一番端にあるこのマックスヌードルっていうところが日本の雑誌にね結構掲載されてまして、美味しそうなワンタン細麺が食べれるみたいなんで、ここで食べようと思います。ちなみにこのマックスヌードルっていう店舗がある通りはもう全部中華料理なんで、ここに来て何食べるか決める方がいいかなって思います。すごい混んでるんだよな。大人気店、相席になりました。一番人気なのはこのシグネチャーワンタンヌードルなんですが、それに餃子がついたこの3つ目のやつ、ワンタン&ダンプリングヌードル62ドルを注文します。1240円。おばあちゃんのタンスの味がする。なんか全然失礼な意味で言ってるんじゃなくって、おばあちゃんのタンスの味がする。ではやってきました。ほんの 2,3 分ぐらいで出てきました。まあ、日本の雑誌に載るぐらいなんでね、それはそれは美味しいことでしょう。いただきます。でもすごいね、エビのいい香りがするんですよ。ではスープから。お、待って、めっちゃ美味しいわ。すごく上品で繊細なのにエビの味とスープの出汁がしっかり効いてるんですよ。え、不思議。私この麺初めて食べたかも。春雨よりももっと細くってもっと食感がある感じ。すごいなこれ。噛み切るのにちょっと時間がかかるぐらい歯ごたえがいい。ではここのお店の一押しのワンタン、うん、中にプリプリのエビが丸ごと1匹入ってて味がついてるんですけど、長谷のお茶漬けの味がする。これほんまになんか受け狙いとかじゃなくって本当にお茶漬けの味がする。隠し味で使ってるんかな。餃子、うん、この餃子の黒い部分はキクラゲで、あとはカットしたエビが入ってたんですけど、素材の味って感じ。ワンタンが美味しすぎる。餃子は普通かな。味的にさっぱりしてるのと量がそんなに多くないんで、男性だったらこれプラス何かもう一品頼む方がいいかなと思いました。でもね、フラッと入った割にはものすごく美味しくてびっくり。ではごちそうさまです。
入り道にこちらのビリーブというお店で洋服をゲットしました。また帰ったら購入品紹介しようと思います。ここからビルとビルの隙間に入っていくんですけど、すごいねインド系の方が一気に増えた。マジで大丈夫これ。あっちょもう一回調べよう。インペリアホテルの横を突きていくんですけど、道がなくなってますね。ちょっとぐるっと回ってみるか。こっから行けそうな予感。うわ、ちょっとやばいかも。もうどこここ。次の角左だわ。うわー、ちょっとやば。あれ？道がないんだけど。怖い。Google マップが狂ってて、ずっと現在地が動いてる。やっぱこっちからかな。多分ここだ。合ってる合ってる。うわ、くさ。すさまじいなゴミが。この建物にはゲストハウスとかホテルがなんと800棟も入ってるんですよね。で A 棟から E 棟まで分かれていて、これは C って書いてるので、まあ、C3 の15階に向かって歩いていこうと思います。すんごいカレーの匂いがする。あ、これかな。全部 D って書いてるからこれの隣かな。 A 棟から E 棟は全部ね繋がってないんですよね。中にセブンイレブンとかもありますよ。絶対セブンじゃないやん。ここにはインド系の方がたくさん住まれてるので、本格的なインドカレーはね美味しいらしいんですけど、あの大体お腹壊すそうです。あと両替所もたくさんあるんですけど、香港の中でもここの両替所はかなりレートがいいそうです。めっちゃレートがいいか、騙されてめっちゃ悪いかの2極だそうです。もし両替される方はもう目の前で枚数数えていくのが基地ですね。うわー、あったあった。あ、結構人いる。嬉しい嬉しい。わー、なんか久しぶりにドキドキするわ。着いた。あ、これだ。押す。誰を押すのこれ。やばい、全然出ないわ。お、音がする。いなくなっちゃった。Hello. Can I check in? You go to block A first. 11th floor. 11th floor? Oh, sorry for that. Thank you. この A って書いているところの11階にチェックインするそうです。11. Oh, thank you. Oh, okay.Oh, thank you. フィリピンの綺麗なお姉さんたちに連れられてチェックインするとこ教えてもらいます。お、綺麗だ。あ、めっちゃタオル干してる。美容室が入ってるのかな。合ってるんかなこれは。 Hello. Can I check in? A6 でチェックインしてって言われたんでここですね。Hello. Hi. Check in. Yes. Check in, please. では皆さん、お待たせいたしました。こちらが本日香港で一番安い一人専用のお部屋です。せーの、じゃーじゃーん。なんとベッドしかない。すごい。けどね、嬉しいのがベッド広いんですよね。しかもシーツもすごい綺麗だし。なんかご丁寧にリモコンまで置いてくださってる。歯ブラシ2本、トイレットペーパー、スリッパもあるんや。でバスタオルが2枚とハンドサニタイザー、テレビの触覚みたいなやつは何だろう。一応日よけのカーテンもあるし、マイ換気扇とマイクーラーもある。しかもめっちゃ涼しい。絵も飾られてますね。コップも2つあるし、充電するところもたくさん、枕も2つ。え、めっちゃいいやん。大きめの鏡もありますし、ドライヤーがついてるんですよ。絶対ないと思った。めっちゃ嬉しい。でお湯を入れるときはこれをちょっとね、電源オンにしなきゃいけないのが、まあちょっと硬いなあれですけど、まあ
お湯が使えるなら全然よし。でエアコンの電源と、まあ、Wi-Fi パスワードなども上にあります。水回りがこういう感じなんだ。あれ、ちょっと待って、浴室がないと思ったらこれが浴室だ。確実に史上最狭の水回りですね。シャワーと手洗う場所と、まあ、気持ち程度シャンプーとか置ける場所があってのトイレ。でもゴミ袋がないってことは普通に流していいってことですもんね。そこは安心。おお、水圧めっちゃいい。ちょっとここでシャワーの水圧試しましょうか。しかもシャンプーとシャワージェルもあります。すごいじゃん。せーの。普通にいいわ。こんなベッドダイブしづらい部屋初めてだ。まあ私ならやれる。はっ、まあ、でもふかふか加減はすごいいい感じ。思ってた6倍ぐらいいいわ。どうですか皆さん、このお部屋泊まれますか泊まれませんか。私は意外と生活していくには十分なんじゃないかなと思いました。さあ皆さんに問題です。デデン、このお部屋一泊いくらでしょうか。チチ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 チ、正解はなんと2200円なんですよ。安すぎません？2200円で逆にこんなクオリティのお部屋に泊まれるんだってびっくりしました。実は私最初ちょっと怖かったんですよ。なぜかというと YouTuber さんの動画を見ていた時にすんごい狭いお部屋で1泊7000円とかのお部屋に泊まられてて、いろんな方のブログを読んでいたらだいたい2000円ぐらいでドミトリーに泊まれる、なんか1部屋8人のお部屋の1つみたいな感じで、ものすごい足の匂いがするとか、お湯が出ない、ゴキブリがいっぱい出るとか。私2200円で予約できたけど、多分これ写真と全く違う部屋に通されるかもしれんと思ったんですよね。ですけどここのスタッフさんも結構フレンドリーだし、ちゃんと一つ一つお部屋の説明もしてくれたし、何よりこの値段でちゃんと泊まれてるんですよね。それにすごく感動した。香港って本当にホテルが高くって、まあ、1万円2万円出して綺麗めのホテルに泊まれるイメージがあるんですけど、その1万円を使ってこっちに泊まるのもありなんじゃないかなって思いました。立地もすごいいいですしね。では今から歴史の授業をしていこうと思います。テストに出るんでちゃんと聞いててくださいね。なぜこのチョンキンマンションができたかっていうことについて話していこうと思います。時代は遡りまして約80年前の1945年、第二次世界大戦中って現在のこの香港ってイギリスの植民地だったんですよね。ですけどその時代にどこの国にも属していないある場所がありまして、そこが九龍城西っていう町だったんですね。その後第二次世界大戦に敗戦してしまって、その内戦に行かれてた人たちがもうどこに逃げよう、どこに隠れようで流れ込んだのが九龍城西だったんです。この九龍城西、一つ大きな問題点がありまして、どこの国にも属してないイコール警察が介入できないんですよね。もうそこに目をつけた中国マフィアの人たちが薬物売買、賭博、売春、その他違法行為をいろいろやってたんですよ。もういろんなところから人はやってくるわ、もうマフィアもどんどん集まってくるわ、で人口密度がどん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 増えちゃって、なんと畳1枚の上に3人いる計算になるぐらいの人口密度になってしまったんですね。そして政府がちょっとこれはやばくないかっていうことで1993年から4年にかけてもう解体しちゃったんですよ。でもみんな慌てるじゃないですか、もう私たちが住む場所がなくなった、次どこに隠れようってなって、みんなが移動して住み始めたのがこのチョンキンマンションなんです。ですがそのまま放っておいてもまた同じようにマフィアの巣窟になったりするので、2000年代に入ってこのチョンキンマンションって A 棟から E 棟まであったと思うんですけど、 A 棟の3階に保安所が入って全てを規制するようになったんですね。でそこから治安が安定していろんなショッピングモールができたりお店が増えたりってすることで観光客も増えて、今となっては安心して泊まれるお宿になったっていうような感じです。ここには宿泊施設とか
オフィス、一般の方が住まれている居住エリア合わせて約800軒あるらしいんですけども、結構インド系の方が多いんですよね。なので、あの1階にカレー屋さんがたくさんあったんですよ。香港のとある一角にあるエリアなんですけど、なんとここに120カ国の人たちが集まっているっていう超ねワールドワイドな場所になっております。あと私、旅行グッズを全特買したんですよ。もうこういった狭い安宿に泊まった時にでも快適に過ごせるようにグッズを揃えましたので、ちょっと皆さんに見てもらいたいなと思います。まずはですね、スーツケースも新しくしました。このね、水色のバディに一目惚れして購入したんですけど、前回使っていたメタルのスーツケースと同じくらいの大きさで、約90リットル入ります。私のこだわりポイントとしましては、まずここがステンレスなんですよ。布のチャック式だとここにカッターとかハサミ刺したらビリビリって破られて中取られちゃうんで、こういうものにしました。あとアメリカ行くときはこの TSA ロックっていうものがないとスーツね、こう壊されてこじ開けられたりとかするんですよ。チェックでだいたいついてるんですけど、一応これのタイプを選びました。そしてですね、面白いところがあるんですが、なんとね、ドリンクホルダーがついてるんですよ。今までもうえっこらこうね、両手塞がりながら持ってたドリンクをもうここにコンロから入れれるっていう。ここにはね、充電ケーブルを通せる場所があって、スーツケースの中にバッテリーを入れて、ここにコードを挿してチャージすることもできるんですよね。あとここにはお弁当を入れた袋とかバッグとかをかけれるところが2つあります。で、皆さん見てください。ここにロックがついてありまして、電車に乗るときとか坂道とかにいるときにスーツケース転がらないようにロックすることもできちゃうんです。何より見た目が可愛いですよね。こうやってステッカー貼れる素材だし、傷がついても目立ちにくい素材なんですよね。かなり丈夫だと思います。こちらのスーツケースは 17,648 円、大中小とあって、小のサイズだと1万円切ったりするので、用途に合わせて使い分けたらいいかなと思います。1週間以上旅行する方も一番大きいサイズがいいかな。このスーツケースのいいところもう一つありまして、厚みがですね、こっちが厚くてこっちが薄めなんですよ。なので通常であればスーツケースってパッカーンって本開いた時みたいにこう開くと思うんですけど、このスーツケースだったらその約半分のスペースで開くことができるんですね。なのでこっちに分厚めの洋服、こっちに化粧ポーチとかシャンプーとか、ちょこちょこしたものを入れるのに役立ちます。でこういうところもねチャックあるし、すごいスムーズなんですよね。私旅行の守りとかいつも持ち歩いてるんですけど、この放置街神社っていう旅行の神様がいる神社で、この旅行安全守りとか、この前妹と一緒に行った太宰府天満宮の健康守りとかでもね、これ持ち始めて確かにねやばいぞって思うことはなくなったと思います。ありがとう。あと住吉神社の守りとかも持ち歩いてます。こちらが今回私が購入した商品でございます。まずはこちらのピンクな圧縮袋4点セット2077円。今までは100円ショップなどに売ってるプラスチックの袋、ジップロックみたいなやつに入れてこうやって巻いて使ってたんですけど、やっぱり使い続けると必ず破れてくるもので、あと湿気がこもりやすいとかそういう気になる点があったんですけど、これはもうメッシュ素材なんで通気性もいいですし、ここに取っ手があるんで、例えばちょっと大浴場に行ったりとかプールに行ったりとかっていう時も使いやすいんですよね。で今ちょっと水着を入れてるんですけども、ここまで厚みがあるものが簡単にこうやってジップで締めるだけで圧縮ができちゃうんですよ。はい、もうこんなに薄くなりました。これすごく簡単じゃないですか。もしも濡れたタオルとか水着入れて海から持って帰ってきて湿気がすごい状態でも一応通気性もいいんで、そういう面でもこれいいなと思って購入しました。続きましてこちらのハンギングボックス2712円です。これ見ててくださいね。じゃ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 んじゃじゃん。お部屋にあるクローゼットとかこういう棒などにかけてこう簡単に棚が作れるものなんですよね。下から見上げても分かりやすいように、ここにちょっと入れる場所があったりとか、これもメッシュ素材で通気性がいいですし、使い方によっては、ここに下着肌着入れるのもよし、サンダルとか靴を入れるのもよしっていうような感じです。
これがあれば収納スペースにも困らないですよね。でもう一個面白いのがですね、ここに隠しチェックがあるんですけども、こうやって収納して持ち運ぶこともできるんですよ。かなりコンパクトですよね。一応とってもついてます。私はもうすぐこうやって使えるように、こうやってスーツケースで直してます。ザ大型。続きまして、こちらの折りたたみバッグ2002円、これもすごいんですよ。見た目すごいちっちゃいクラッチバッグぐらいの大きさなんですけど、なんとこんな大きなバッグに生まれ変わります。ここに小物を入れたりとか、これポッケじゃなくって突き抜けるんです。なぜだと思いますか？実はこれスーツケースの取っ手に通して持ち運ぶことができるようになっています。でここにも大きいポーチがついているのと、中はこんな感じでもがっぽり入りますよね。でなんかチャックの袋と2つポケットがあります。でこれ面白いのがですね、下にもチャックがついていまして、なんとこの場所に靴を入れることができるんですよね。なのでビーチに行くときにすごくいいなと思って購入しました。結構お気に入り、機内に持ち込めるサイズのバッグっていうのもいいですよね。続きまして、こちらのエメラルドグリーンの収納ポーチ、ここを開けますとね、ジャラジャララン、すごくないですか？こんな感じで大きい大きい、ちっちゃいちっちゃいのポーチがあるんですね。でこれもメッシュ素材なので、こういう歯ブラシとか化粧品とか濡れるものを入れれますし、こうやって取り外せるんですよ。なのでちょっとこれだけは洗面所とか、これだけは枕元みたいに取り外して持ち運ぶことも可能なんです。これが579円、いいですよね。ちなみに私の最近使ってる化粧品はこちらです。チフレの乳液とチフレの美白クリーム、もう結構いい感じですよ。でこちらもすんごい画期的商品なんですよ。トラベルディスペンサーボトル608円、蓋を開けると分かりやすいです。これ4種類液体を持ち運べる入れ物なんですよね。全部 30ml ずつなので、まあ、機内持ち込みもできますし、例えば化粧水、乳液、日焼け止めクリームみたいな、そういう使い方もできちゃいます。これを使いたいっていう場合はくるっと回してピュッピュッと押して使うみたいな感じなんですよね。これめっちゃ良くないですか？だって4本も持ち運ばなくていいんですよ。これだけで済んじゃうんです。こちらは旅行用の薬の収納バッグ299円です。これもね、4種類ぐらいカラーがあってね、可愛いんで買っちゃいました。毎回持ってくるもん違うんですけど、今回龍角散ダイレクト、カット版、咳がたまに出てたんでパブロン、韓国、台湾、香港、マカオ、バリ島って行くんで、やっぱり東南アジアってね、何に当たるか分かんないんで、お腹が痛くなった時用のお薬でも、これまだ1回も飲んだことない。あと韓国でもらったモノもらいの薬、あ、これも前回のテミンで買ったやつだ。大谷さんは瓶で買ってるので、こんな感じで1回3錠、1日3回みたいに名前ペンで書いてこうやって持ち運んでます。これはキューピーみたいな感じの、鉄とかビタミンとか全部一粒に詰まってますよ、疲れ取れますよみたいなやつ。こちらは日焼け効果のある折りたたみ傘です。こちらは973円です。まあ、普通の大きさで SPF が50プラスぐらいまで防げるっては書いてます。次バリ島行くんですけど、かなり日差しも強いと思うんですが、日傘があるとちょっと涼しく感じたりもするので、これを購入しました。あとこれ感動レベルで使いやすいです。1万アンペアのバッテリー2534円。これ何がすごいかって言いますと、充電はまあタイプ C でも USB タイプとかでもいろいろできるんですけど、コードを持ち運ぶのめんどくさいじゃないですか。なんとね、ここに iPhone 用と Type C 用がついてるんですよ。なんで今まで私コード持ち運んでたんですけど、もう持ち運ばなくなりました。そして超コンパクトで可愛いのと、これ長さも調節できたりするんですよね。これは絶対毎日持ち運びます。すごくおすすめです。次は女性の味方、ボーン、化粧ポーチ。まあ、取っ手がついてるんですけど、これ面白いのが変身するんですよ。パカーン、かなりの大容量で、もうこうやって開いてくれるんですよね。でポッケがいろいろあったりとか、こういうとこに収納もできるしっていうような感じで、まあ、見た感じ私が詰めてる分のあと2倍3倍くらいは入るんじゃないかな。これも洗面所とか机にもこれだけのスペースがあれば、もう全部開いて使えるんで、かなり楽ちんです。
これが769円。こんな機能的やのに1000円出してお釣りが来るのすごいですよね。これもめちゃくちゃお気に入りです。スチームアイマスク30個入り1191円。お気に入りすぎてもう1袋使い切っちゃったんですが、私が今まで使っていたものの値段の3分の1ぐらいで購入ができるので、若干こっちの方が暖かさと長さが強い気がするんですよね。もうこれは自分用に、そしてなんかもう友達に入っておこう、ちょっと渡せるようにまたいっぱい買ってストックしておこうと思います。これねめちゃくちゃおすすめですよ。大型トラベルバックパック4419円です。この前韓国のミョンドンで作った春デイリーのね、あのタグもつけてるんですけども、まずポッケが多いんですよ。左右に2つずつこういうベルトがついてるんで、キュッてね半分ぐらいまでちっちゃくすることもできるんですよね。でここ見てほしいんですけど、携帯を充電できるんですよ。中にバッテリーを入れて、ここからまたコード出してこうチャージができるっていう。でここの部分にある収納スペースはパソコンと iPad 用。これ面白いなと思ったのが、ここにあの隠れポケットがあるんですよ。なのでちょっとね治安が悪いところとか行く場合はパスポートとかお財布もこっちに入れる方がいいと思います。反対側にはドリンクホルダーなどもついています。このリュックサックね買った時にあのポーチもついてきたんですよ。これもねなかなかにポケがいろいろあって使いやすいです。次にこちらハットクリップ2つセットで335円。これはこんな感じでバッグに取り付けて、その名の通り帽子をこうやってね固定することができるんですよ。かなり便利ですよね。もうグッズはここにあるので最後ですね。こちらがトラベルバッグ、もともと持っていたんですけど新調しました。これが601円。開けるとこんな感じです。ここにも服がついているので、先ほどの収納ボックスみたいに棒があるところにかければこうぶら下げることもできちゃいます。こういうところにジップがあったりとか、ちっちゃいポケット、そして私シャンプー類などを全部ここに入れてます。これはこの前の台湾行った時に買った糸ようじですね。これね150円でこういう風に全部個包装になってるんですよ。これに一目惚れして薬局で買いました。シャンプーはもう髪の毛が最近やばくて、あのいろいろ相談してたらもうこれがいいんじゃないかとおすすめされたものがめちゃくちゃあって、髪の毛にミルボンの王女のシリーズを今使ってます。これはオフ会であの美容師さんにいただいたミルボンのヘアミルク愛用してます。ありがとうございます。これもオフ会でいただいたシートパックですね。あのもうすぐなくなります。これはもう鬼リピ5回以上買ってるベンティースリープラッシュのフェイシャルスクラブ、これがあったらお肌大丈夫です。とりあえず私の場合、皆さんこれでラストです。トラベルボトル、これは付属のステッカーがついてまして、私はローション、ボディーローションとサンスクリーン、日焼け止めを入れているんですが、ポンプ式のものってやっぱりここにストップがあってもこぼれたりするんですよね、旅行中って気圧の変動とかで。ですけどこれって蓋がついてるんでこぼれないんですよね。しかも開けたらそのままピュッピュッて使えるっていう利便性、蛇口の横にボンって置いたらそのまま使えたりするんで、これもかなりお気に入りです。お洋服はこちらのトップス2枚とハイウエストのショートパンツを2枚購入しました。これがあのウエストキュッて絞られてるのと、この部分が可愛いなと思って色違いで購入しました。ちゃんとねポッケもついてるし、ここら辺もちゃんとしてるし、ここもなんか折られてるし透けないしということで、一つ2600円で購入しました。合わせやすそうですよね。でこれが薄めのニットですごくサラサラなんで夏でも着れるかなと思ったのと、ちょっとディオールっぽくないですか、この濃いめのブルーの細めの刺繍入ってるみたいな。ディオール持ってる方に多い、何言ってんねんって言われそうな気もしますが、なんかね遠目から見てあ可愛いと思ったんで購入しました。こちらのトップスはどちらも1600円です。今回の動画で言いたいこと全部言い切ったら安心して眠たくなってきた。あとさっきの商品紹介の時にここにカメラを置いて鏡ながらこうやって商品説明してたから腰が痛い。今日は飛行機にも座ったりしてたんで、ちょっとね腰は今夜いたわってあげようと思います。で明日からまた別の撮影になるので、今回の動画はこの辺りで終わろうと思います。やばい、本当に眠気が襲ってきた。今日早めに寝ようと思います。今回の動画は関空から香港へ約4時間かけてやってきて安宿に泊まったんですが、
1日過ごしてみた感じ、この前行った台湾や韓国に比べると物価はちょっと高いような気がしたんですが、飛行機も約2万円くらいで取れて、ホテルの平均の金額は高いんですけど、もちろんこういう安いお宿もありますし、今日買ったお洋服もう日本とさほど変わらないくらいの値段で買うことができたので、円安物価高ちょっと心配なところはあるんですけども、まだ旅行に来やすい場所だなと思いました。ゴールデンウィークも明けて飛行機もものすごくガラガラな状態だったので、夏前の今香港に行くチャンスだと思いますので、ぜひこの動画を見て香港に行く方が増えたらいいなと思います。あと先ほどご紹介した旅行グッズですね、テミをご利用される場合はぜひ概要欄のリンクから見てみてください。なんとですね、1万5000円分のクーポンなどもありますので、よかったら私が今回紹介した旅行グッズ探してみてください。ではこのあたりで動画終わろうと思います。今回の動画少しでも役に立ったよっていう方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。